どうもこんにちは、こんばんは、キャロラインです。はい、では続きを進めていきましょう。前回はですね、ここシルフの洞窟に到着したところで終了いたしました。やっていきましょう。ちょっとなんかね、まだ早そうな感じもするんですけどね。不意打ちだ。洞窟がですね、あの3、4個あったんですよね。で、まあここちょっと選んでやっていこうと思ってたんですけど、ちょいちょいドリームエビル強いな。ちょっとやっぱ間違ったかな、これ。3番目のところ、もしかして。まだちょっとエッジやばいぞ、エッジ。寝た。逃げるか。ちょっと強い。ちょっと早かったかな、まだ。ちょっと魔法持ってないからポーションで、とりあえずいいか。うん、おっとっとい、ダメージの床、あー結構効いてんなこれ。あ、今何取った？天使の矢。これどうやって取るんだい、どうやって取るんかい、これ。まああのね、道があるんだろうけど、ダメージの、あそこの4箇所のダメージの床、怪しいですね。トラマナ、トラマナ的な魔法あるんでしたっけ。トラマナ的な、東堂ポーキーデジョン、違うな。ダメージ、床ダメージ無効するやつ。サイトロエスナではないよな。テレポミニマムケアルダ、あーなさそう。食らっていくしかないのこれ。出たー、モルボール。あれは草行き、まずい。もう状態異常の、 いろんな状態異常になるやつね。うわ、何これ。押し戻った。このダメージ床が結構効く。食らっていくしかないんかこれ。あ、お宝あるけど、あ、いや進むっきゃね。大丈夫だ、体力。おっとっと、あれはセーブポイントじゃないですか。ここは特殊な結界が張られていて、テントやコテージが使えてセーブすることもできます。ここでしばらくレベル上げた方がいいんかね。こっち行ってみるか。あ、結構ほんと入るな、ダメージ。
オッケー。これなんか無効化するやつないの？お、センギル、ありがたい。コテージ、いいね。あー、もうモルボル。ほら、逃げたばっかりだとね、レベルも上がんないし。でもモルボルはやばいか。逃げよう。カエルがぴょんぴょん。ん、こっち来たか。うーわ、大ダメージ。もう一回セーブ。よし。え？え？あ、またこういうやつ？あ、いけん。なに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 。わからんわからん。まあ いけるんだろうな。でも よく敵出てこないな。ああ、そういうことか。エルフピンポーゲット。ここのアイテムが取れるってことね。リディアかな。キラー棒をエルフィン棒に。これだけか。出たー。ちょっと倒すか。ゲコゲコおなき。うわ、トード。あー、ちょっとリディアも死にそうだしな。カエルなんないじゃない。カエルに。カエルだから雷神かな。サンダラかな。ゲコゲコおなき。全然カエルなんないんですけど。あ、おなってる。カエルなってる。効かねえ。逃げよう。これなんちゅう洞窟。これコテージ使うか。あー、ちゃちゃちゃ。戻して、人間に戻してからのコテージ。いや、テント。よしよしよし。セーブしたきましょうね。向こうは何もなかったから、またあんなとこにないか。
おっとっと、なんか家みたいなのあるけど回復。よし行こう。怪しい。やめよう。あーもう強そう。もう逃げるっきゃないわ。もういや逃げてばっかじゃねー。経験値も入んないし。おお、いける。なんだなんだ。あ、お、取れた取れた。妖精のロット、ローザかな。あ、装備できないんかい。なんで。アイテムがもうやばいんですけど。宝箱いっぱい。え、行けないの？あっち行けないの？なんだよ。おお、やっぱ行けるんだ。怪しいと思ったけど。取られとる。こっちはいけない。よーし、オッケー。強かったー。お、レベル上がった、レベル上がった。お、レベル上がった。いやー、だいぶ消費したな。HP と MP。よし、行きましょい。うーわ、ダメージの床が満載ですね。死ぬんじゃないの。ボムの魂。おお、嬉しい。万能薬いいね。もう2000ギル。これやばい。回復しながら行かないと。うわ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 。あ、おっと、いっぱいあるけど大丈夫だ。もう瀕死。もうリディアとか1だし。はい、オッケー。怪獣図鑑。何、怪獣図鑑って。怪獣図鑑って何。あったあった。ここでは使えません。戦闘アイテムか。やばいな。切れた。
わうわうわうわ。行き止まり。おお、なんか戻ってきたけど。1。もう魔法使えないから、ハイポーションなかったっけ。あー、55個、これで持たせするしかないよね。結構回復する。セーブポイントないかな。652ギル、落っことした。よし、回復。うわ、魔物死ぬで、これ死ぬで。6連発ファイラでしょ。ちょっとエーテルで、あー死ぬ。逃げらんないかな。逃げられない。リディアはね、結構まだ NP あるな。シーバーもあんま効かなかったしな。タイタン行ってみるか。全滅の予感。おお、大ダメージ。タイタン最高ね。こいつタイタンが弱点か。そうと分かりゃ。 OK、 赤い牙。これもしかして全部出る感じ。あ、もうちょい買っとくんだったな、ハイポーション。あー、もったいない。あー、出た出た。あー、しかもこいつボルボル。いい、やっぱモルボルはね、草系だろうからイフリートファイヤーで効くんじゃないの。よし、カエルが逆さになってるし、イフリート頼む、効いてくれ。地獄の火炎どうよ。あー、いまいち。祈るか。
何ミスってんの。入らん。ちょっとここで一旦あれか、こいつら倒して戻るか。なんかちょっとまだな気がする。カインいない。ちょい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 死ぬ。あれ、まだ一体も倒せないという。あ、死んだ。臭い息を。どうぞ。臭い息どう。もしかしてまたタイタンって感じ。生きて。だけども、ちょっと頑張ろう頑張ろう頑張ろう。こいつらは倒そう。右足なんで。タイタンやってみよう。タイタン、オッケーオッケー。あんま効かん。いや、早くタイタンやれや。またもや大ダメージだけど、よし、あと1体。リディアに間に合って、よし、これでタイタンでいったでしょう。倒したでしょ。よっしゃ、よかった。もうちょっと出ましょう。いやー強い。ちょっとレベル上げが必要ですかね。レベル上げてちょっとまた来てみたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。またね。